反対の相手が前に出てきたところに相手の前足が出てきたところに合わせて入る大阪で失礼します。これは動いてますと相手の足出てきますね。出てきた時に普通は自分も下がるんですけども、出てきたところに合わせて自分が入るんです。ちょっと足だけ見てください。出てきたところに普通は下がるんですけども、下がらずに自分の足を合わせる。もう一度やってみますね。そして相手のこれが出て足が出てきて突こうとした瞬間、相手の重心がこちらの足に、私がかかろうとした足にかかろうと移ろうとした瞬間にこの足をかかるんです。いいですか。ですね、突こうとした瞬間に、大内刈りから大外刈りへの連絡技、試合では一つの技だけでは決まらないことが多いので、こうした連絡技の稽古が必要です。モントリオールオリンピック金メダルの二宮和弘、190センチの長身から繰り出す大外刈りは長い足をうまく使いスピードがあります。軸足をよく踏み込んでいるので崩しが効いています。はい、まず引き手の方は自分の体に引きつけるようにします。この場合にまっすぐ引きますと非常にこの手を返されてこう非常に邪魔になりますので、この手をなるべく自分の下の方に、こうすることによって相手の体がかなり崩れます。これは引き手の部分です。この今度は右手のいわゆる釣り手の方なんですが、この場合は釣るというよりはむしろ相手に滑らすようにですね、で相手のいわゆる喉のところに肩がこうで崩すですね。でこれを同時にやります。いわゆる軸足はなるべく多く、なるべく可能な限り深く踏み込む。これだとかなり楽に感じます。この場合に注意するのは、必ずかかとを浮かせるということですね。膝に重心がかかります。どうしても後ろの方に返されやすくなります。次に軽い足なんですが、この足はなるべく高くですね、これを一本の棒みたいにまっすぐ棒にします。で、この反動で、もう一度やってみます。これ反動だ。大外刈りのいわゆる枯れ足をつける練習なんですが、まっすぐ一直線に伸ばすように足をですね、畳に内側をすりながらですね、ずっとかけるわけですね。まっすぐなんです。これをスッと畳の音がするようにですね、こういうふうに。
二宮がよく使った連絡技です。大下がりというのは瞬発的なものがいるものですから、短い距離のダッシュをですね、何度も繰り返したりですね、あと気を捕まえましてね、気というのはもうびくともしないものですからね、それを一生懸命に入るというようなね、練習法をやりました。モントリオールオリンピック中量級金メダルの園田勇、軸足がよく踏み込まれ、刈り足にスピードがあります。踏み込んだ軸足をさらに前に踏み込んでいます。私の外刈りの特徴といいますのは、スピードですね。スピードいかにスピードをつけて入るかということが一番外刈りの入り方に関して関心があると思います。それで引き手の方向ですね、引き手の方向は大体私はこの胸にこうグッとこうつけます。それでこの手首はですね、このままの状態でこの手首の返し、この手首を斜め下方向にこう下げて入る。そうすればこのおのずとこの自分の力こぶが相手のこの顎の下にこうグッとこう入り込みます。それが私のその外刈りです。で一応ちょっと投げております。こんな感じですね。胸、こうやって首やります。高木長之助、胸を相手に密着させた上体の崩しが特徴です。私の場合背が高いもんですから、どうしても上からかぶさりやすいもんですからね、それを意識してなるべく膝を下ろす。で相手と胸が密着すると、それを基本にしてます。それと引き手の場合ですけども、引き手の場合はしっかりと柔道着をですね、握りまして、肘のこの関節部分をしっかりとこう握ります。それで引くときにですね、肘を中心にした動きで引きます。あまり手の握り部分をに力を入れるということはあんまりしません。で肘は自然にこう相手を引いてくれるというようなことを意識しています。そうするとしっかりと胸が密着してきますので、私の場合体の大きさが生きてくると思います。次に釣り手ですけれども、私は意識してやってるのは、耳をこう掴むというんですか、そういう動作のような感じで、で胸を開くということですね。こういう感じですね。と自然に膝も乗りますし、相手も崩れます。この場合に相手を右斜め横の方に崩していきますと、相手がしっかりと、その場合にもう刈り足ということはほとんど刈る必要もないような感じで入った時点で楽に崩れているということで、普段は意識しています。膝車、内股や膝車の名手として知られ、右手はですね、
き上げるんじゃなくて、相手のこの左手をなるべく大きく上に上げて相手の体を崩します。その時に、この手首をクッとこう使います。手首をキュッそうですね。そうすると自然に相手の体がこういうふうに崩れます。それから足の位置でございますけど、左技をかける場合にはやはりこういうふうに踏み込みますけど、この右足を軸足はできるだけ内側にこう持っていくようにと言いますのは、こう開きますとこのまま膝車をかけた時にこれで終わってしまうわけですね、周りが。ですけどこの足をなるべく内側にするとこう下がれば下がるほどついてくるわけです。そういう意味で軸足の右足はなるべく内側向くように。それとあと技の入るタイミングですけど、これはタイミングとスピードですね。これがないと足を持たれたりしてなかなか思いがかかりません。ですからこの入るタイミング、それとスピードですね、こういうスピード、これを上げた時にもこの足が膝車のかけるこの左足がここに膝に行っておくように、こういうふうに。引き手は相手の、中袖を握ります。釣り手は相手の横襟を、押します。相手のつま先、両方のつま先に、体重をかけまっすぐ前に、崩すために、この両手の使い方が非常に重要になってきます。引き手は自分の手首を返すようにして大きく脇を開けて引きます。手の力だけでなく肩の力、それから、体全体の体重を使って相手を引き出します。また釣り手も同じ方向に、引き出すようにします。釣り手を持つ場合は前襟を持つ場合には少し相手をこう釣り上げるように崩します。また、後ろ襟、横襟を持つ場合には相手を肘を上げて相手を前に、傾けるように前傾させるようにして崩します。またこの相手の崩れた形によって、踏み込む足の位置、軸足の位置が決まってきます。踏み込んだときに、相手の重心の真下に、軸足が入って相手を跳ね上げるようにすると技がうまくかかると思います。このトレーニングは跳ね上げのスピードをつけるのに効果があります。スピーディーな足の移動、左の跳ね上がる足がよく伸び頭よりも高く上がっています。乗せも試合前には200回もこの運動をして試合に臨みました。
園田勇の飛び込んでの内股は大外刈りとともに定評がありました。相手を押し込んで大外大内と同じ入り方で内股に入ります。スピードがあります。私の内股を説明します。まず内股のですね、普通の間合いだったらですね、どうしても自分腰が太いもんですから、どうしても腰が回らなく なってしまいまして、とにかく間合いを大きく取りまして、それで腰を深く入るようにしております。またこの大きなお尻を最大限に利用するために、なるべく股の下にですね、お尻を入れてお尻で上げる感じにしております。また足もですね、十分にこういうふうにですね、返すようにしたらお尻が十分に入りますので、そういうふうに心がけております。私の場合内股はアイウッド選手よりも下からついてですね、そして引き手は同じように使用したものですけども、どうしても謙虚ですから、相対するというよりも、いや、お互いに開き気味でこういう視点になることが多いんですね。でこの位置から、内股に入るわけです。で最初の内と、まず一息に相手の体を前に引き出すと同時に足を踏み込みます。この時に足を外側に向けるんですね、中じゃなくて外側に足を向けるとおり位置ですね、手首をもちろん返します。これは手首を返せば返すほど相手の体を前に引き出せますので、要するにこの相手の体をこういう前のめりさせるわけです。前のめりになればなるほど小さな力で相手を跳ね上げることができる。ですから位置で前に引き出して、そしてあとは肘で振りながら相手を跳ね上げるんです。ちょっとやってみますね。こういうふうになるんです。現役時代、内股の名手として知られた古賀武史。世界や日本のタイトルこそありませんが、173センチ、80キロの体で全日本選手権や当時体重無差別で行われたパリの世界選手権では、キレのいかにこう崩し、タイミングよく入るか、そういうことを練習によって、自分なりに研究したつもりでございます。そのポイントをただいまに説明いたします。まず最初に相手の体を、相手の重心を左足の方に持ってくるためにずっとこう引き出します。その時に、自分の体も相手の左足 の方に、腰を持っていきますですね。こういうふうに、そして、このどちらかと言いますと跳ね押し気味に腰は入ります。跳ね押し気味に、そういうつもりで打ち込みをしています。こういうふうにですね。こういうふうに、次に、釣り手、私の左手の釣り手でございますけど、なるべく相手の肩の辺から思い切りこう釣り上げるような気持ちですね、ぐっと釣り上げます。その時にこの手首がこういう風になって釣り上げない、こうしますとどうしても力が上に抜けてしまいますので、力が入りませんので、必ずこの釣り手の場合は
この手首をこう返して、こういうふうに。こうですね。こういうふうに強くります。こういうふうに。あと、引き手の方でございますけど、その時に、こうじゃなくて、これをこういうふうに、自分の耳の方に持ってくるように、そうしますと自然に相手の体がこう大きく崩れてくるように、崩れますので、こういうふうに。そして、釣り手の方は、先ほど説明しましたように、こういうふうに釣り上げますよね。こう感じです。こういう、こういう感じです。内股の入るタイミングでありますけど、どちらかと言いますと、やはり動きながら入る、私の場合は動きながら入りますので、なるべく相手がこう崩れた時にうまく入るような、練習しております。ですから、まあ、相手が引き出して入る場合と、相手を押してそのまま自分のこうスッとこう入る場合とあるわけですけど、まあ、どちらかと言いますと私の場合は相手をこう押してそのまま一緒にずっとこうついていって入る内股の場合はございました。こうですね。こう相手が下がった時にグッと追い込んで、それで自分の軸足も追い込むと、こうですね。こうその時に先ほど説明しましたように、この釣り手と引き手がちゃんと効かないと自分の体がこう崩れるわけです。ですからその時必ず先ほど説明しましたようなこの崩しですね、釣り手、これが効いとかないと入りません。見事な内股や払い腰で世界選手権に2連勝した笹原文雄、特に第7回大会では7試合全部一本勝ちして異例の優秀選手賞を受けました。胸を張り跳ね上げた足がよく伸びた見事な内股です。一本で取り美しさのある技をという笹原らしい切れ味です。内股で大切なポイントは、膝をよく沈めて胸を張って足がまっすぐに真上に上がるように逆に反ります。頭は引き手の方向へ自然に回るようにします。一番内股で悪い、欠点は腰が折れて頭が下がることです。こういう内股は一番危険です。なぜ危険かと申しますと、腹を出されますと、腹をボーンと出されますと、このまま、頸椎を怪我する危険性があります。またなかなか相手が崩れません。ですから逆に胸を張って逆に反るようにします。この反りで相手を、この反りがバネになって相手を投げるという内股が私の内股です。それでは少しやってみます。次に、内股の変化技、変化技をやってみたいと思います。相手が特に右の場合、私は左ですので右の場合には体が開いております。この場合に
なかなか内股というのは入りにくくなります。この場合に私は大外回りの崩しでまっすぐ前へ一旦大外回りへ行きます。そこから内股へ変化します。一挙に体をターンさせます。そして前へ内股へ取ります。でやってみます。次に状態から相手が右で右自然体でこの状態で一発で内股に入りますと相手に足をかわされてすかされる恐れがあります。このような場合一旦大内刈りのように左足を相手の右足へ入れます。そこからターンして内股に入ります。あと連続技としてけんけんがあります。ちょっと待ってくださいね。このように相手が十分に腰が折れてます。この場合にけんけんをしながら、内股へ持ってきます。この時に、崩しはこちらへ回ります。円を描くように、直線では直線で追い込みますと相手の足が自分の足よりも前へ出てますので何歩追っていっても相手がけんけんで同じように逃げられます。ですので、それを防ぐために入りましたら逆へ回ります。円運動で、相手を投げていきます。これですと相手に場外へ逃げられる心配はありません。同じ真ん中で同じように回っている、回っているからです。送り足払い、膝車、つばめ返し、出足払い。加納治五郎師範の編み出した足技は当時講道館の足といわれ恐れられました。戦後足技の名手として活躍した大沢八段の巧みな体さばきからの足技です。相手が移動するところを捉え内側から相手の足を刈って後ろに倒す大内刈りはスピードとタイミングが非常に大切です。手の崩しなんですが、この左手の崩しはちょうど脇を締めるようにして相手を真下へ崩します。この時に手がこうなったりしないように気をつけます。相手の手の内側をちゃんと相手に密着させてこういうふうに崩します。で引き手の方は相手の手を自分の脇を締めながら相手をちょっと下に引いてちょっと回し込みにします。これで崩し方としては相手をちょうど後ろ隅へこういうふうに崩すようにします。
こういうふうに崩します。で、足ですが、足は最初この踏み込んだ膝の高さ、この位置が自分の重心を決めますから、しっかりと踏み込むように言います。ちょうどこの親指の線の上にちょうどへそが来るぐらいのところまでお腹を出すようにします。そうするとちょうど重心がかかるようになります。そして顔の位置はこちらを向かないように、相手をまっすぐこういう感じで崩します。で、こう崩して足を送り込んで、この状態で足を広げるように投げます。この時足を刈る時に足が浮かないように気をつけます。足をこんな風に上げてしまうと、どうしても体重心が伸びてしまいますから、返されやすくなりますから、この時足はちょうど相手のこのアキレス腱あたりを開くような感じで、刈ります。山下の追い込んでかけ